現代の日本人はね、高時給、楽、短時間っていう仕事にね、流れるんで。もう一回言うと、現代の日本人ね、高い時給、楽な仕事、短い労働時間にね、人々は今流れてる。社会学ですね。理由はね、仕事イコール嫌なことだから。仕事はね、つまんない。仕事はただ我慢する。仕事はね、くだらないことなんだよね。仕事、現在の仕事はね、労働者たちの将来の夢になってないんだよね。今の会社は労働者たちに夢を与えられてないんですよ。じゃあね、人はね、どうしたら働くのかっていうとね、自分自身の将来の目標、夢のためならば、人はね、働く意欲を持てるんですよ。で、これ抽象的な話なんだけどね。で、具体的な話すると、それはすべてお金の問題ですね。バブルの時ね、日本人はね、24時間働いたんですよ。それはね、目に見えて富になる自分がいたんですね。働けば働くほど金が入る。で、仕事はね、日本を越えて世界へ、世界を股にかけて働けた。誰もがね、第一線で働く充実感、やりがいね、社会的責任、そして達成感があった。でかい家に住むとかね、優雅な旅行をするとか、それがね、現在はね、2023年現代はこんなに働いてもこんだけかいってね、幻滅、失望感があるね。だからそれは仕事からの逃避ですよ。仕事に自分の人生の意味がない、意味見つからないんだよね。これはだから経済とか社会に問題があるっていう話になっちゃうんだよね。で、これからね、増えていく現代人、日本の現代人タイプなんだけどね。まず、引きこもりね。何もしたくない。もう失望感がある。前頑張ったんだけどね、頑張ってもね、心折れちゃったんでね。あれもやったけど、これもやったけど、心折れちゃった。もう、誰にも会いたくない。何にもしたくない。っていう引きこもりがね、増えますね。増えてるみたいね。あと二つ目はね、ギャンブルにね、依存する人も増えますね。興奮体験、ギャンブルの興奮体験ね、依存しちゃうんだよね。それで、朝さ、早朝にさ、もうそれこそ長蛇の列、若い人たちがさ、並んでるんだよ。パチンコ屋の前にね。で、俺がさ、仲間の遠藤くんに言ったんだよ。バカじゃねえこいつらって。ギャンブルなんかに、パチンコなんかに依存しやがって。ここに並んでる列の何人が自己破産すると分かってんだよ。思ってんだよ。想像してんのかよ。バカな連中だって俺が言ったんだよ。そしたらね、遠藤くんがね、いやいや、人間は何かに依存してるもんだよ。そんなのバカにできないよって言われてね、あ、なるほど、そうかと思ったんだよ。俺なんかは酒に依存してるわけじゃない。やっぱ何かに人間は依存しちゃうんじゃないの。うん。あ、そうなんだな。気づきましたね。あと増えるのはね、結婚できない人たちが増えるね。
結婚したいのにできないとかね。これは経済的問題ですよね、やっぱね。だから子供一人つね育てるのに何千万かかるんだよって話だからね。子供育てるためにね、風俗で働いてる人、女の人っていうのをね、何人か見たことがありますよね。それでなんかスーパーだとかさ、居酒屋とかでさ、やっぱ子供育てるために必死に働いてる女の人っていうのを見てきましたね。見ていますね、まだね。本当にね、なんか大変よ。だからその大変なことを考えると子供なんかね、作れないからね。だから結婚したりしたいけどできないって人は増えるね。あと増えるのはね、オタクが増えるね。これはね、あの夢をね追う人なんでね、漫画家になりたいとか、ほらバンドでメジャーデビューしたいとか、役者になりたいとかね、こういう人たちはね、もうじゃんじゃん増えますね。だけど、まあ、これで飯食えないからね。なんかあちこちでバイトしたりしながらやるんじゃないですか。でね、企業、会社はね、どうしたらいいのかって、優秀な人間を確保するにはどうしたらいいのかって言うとね、これも簡単な話で、高い報酬を払えばいいんですよ。あともう一つは長い休暇を与えてやればいいんです。だけど高い報酬なんか払えるわけないんだよ。高い時給なんか出せるはずなんかないの、会社が。なね、能力のない人に。だからこれ成功報酬だよね。高い成功報酬を設けるしかないね。それでね、保証とかね、設けなくていいよ。あの保証に固執するのはね、能力のない人だから。能力ある人はどんどんその場の収入で転職していくでしょ。それにもうこの現代社会が保証なんかできない社会だっていうのはもうバレちゃってるからね。だからね、生涯雇いますよみたいなところはなんかインチキ臭い会社しかもうないですよね。だからね、それライフスタイルがね、とてもね、欧米化してきていますよね。これは日本の経済とか社会に問題があると言わざるを得ないですよね。なのでじゃあ、労働者側の解決法は何かっていうとね、なんか、要は引きこもったりだとかさ、結婚できない人とかさ、オタクとかっていうのこう増えてきてる、この人たちの、それぞれの人たちの解決法はっていうとね、答えはね、ないよ。答えなんかね、解決する答えなんかないんだよ。もうね、個人主義の時代なんだよね。だからね、自分で解決するしかないの。だからね、仕事はね、ちょっとだけすると。それプライベートの時間をね、それぞれ楽しむと。個人、個性の時代だと私は思いますね。政治、社会、会社に、期待が持てないんだからさ、自分でね、なんかするしかないんだよと私は思いますけどね。